皆さんの方にお顔を向けていただきまして、お願いします。すいません、運動しないとなんだか気持ち悪いっていう人いるじゃないですか。そんな人になってみたいです。水の中は強いんですけど、だいたい生活って陸じゃないですか。ヒーヒーしてます毎日。美的ベストビューティーウーマン見事受賞されました。お話を伺っていきたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。すごく華やかな衣装でご登場いただきましたね。真っ白ですごく素敵です。美容に関しては、はい、私結構もう大急ぎで済ますタイプなので、あんまり丁寧にこう保湿したりっていうことはないので、なんかこんな素晴らしい賞をいただけて申し訳ない気持ちです。さっき鈴木編集長ももう深田さんのこと絶賛されていらっしゃいましたね。はい、ぜひ皆さんの方にお顔を向けていただきまして、お願いします。すいません、はい、ちゃんと美容皆様みたいにきちんとやってないというか、来年こそは週3ぐらいはストイックな人になりたいです。例えばどんなケアを想像していらっしゃいますか。こう走ったりとか、はい、運動しないとなんだか気持ち悪いっていう人いるじゃないですか。そんな人になってみたいです。それもでも今日は楽ちんなトレーニングにしてくださいとか、結構全然もうダメですね。反省してます。ご自身のペースでやられてるということですよね。そうですよね。温かく言っていただければそういう感じなんですけど。はい、サーフィンは2歳から、水泳を始めていて、選手コースだったので、はい、海に入る抵抗があまりなかったので、水の中は強いんですけど、だいたい生活って陸じゃないですか。なのですごくちょっとヒーヒーしてます毎日。なかなかコーチの方がすごくスパルタだという話をお伺いしたんですけど。そうですね、はい、水の上でもカッコつけなさいってすごく怒られてます。サーフィンされる時も水着着られると体のボディのラインがすごく見えますもんね。そうですね、できればやっぱりカッコよくビキニを着てサーフィンしたいので、ラッシュガード着るとちょっとパドルが遅くなっちゃうんですね、重くなって。なのではい、ダメですよね、焼けちゃね。こんな場ですいません。深田さん、今ちょっと深田さんのお顔を私独り占めしているので、ぜひ皆さんに、はい、見せていただいて、はい、本当にさまざまな方々とお仕事させていただいて、本当に若い少年たちから、もう後半はルパンの娘という家族の中で温かく過ごさせていただいて、来年もそういったいろんな出会いがあるんではないかと楽しみにしています。体調管理に関しては、自分に過保護に過ごすことですね。無理をしない。あれ、なんか今日ちょっと具合悪いかなと思ったら、もう私結構8時とかにお布団に入ってしまいますね。そうなんですね。お休みの日はオフの日なかなかないと思うんですけど、貴重な。お家にいます、ずっと洗濯したり犬と遊んだり、はいはい、のんびり過ごしていらっしゃるんですね。のんびりしてますね。やっぱりこう撮影の時とそうじゃない時がすごく極端なので、何かを考えなくていい時間とかっていうのがすごく、なんだろう、こんなにも穏やかな気持ちになれるんだっていうふうに実感しますね。今深田さんのこの空気感を一緒に感じてるだけで、のんびり穏やかな気持ちになりますよね。はい、はい、そうですね。やっぱりいろいろな方とお仕事をさせていただきますので、その一つ一つの出会いを大切にしながら、一つ一つの仕事を丁寧にしていければと思います。トロフィーの授与です。おめでとうございます。
年の撮影でもご一緒させていただいて、本当に入られてきた時にあまりの愛くるしさに空間が歪んだような感じがいたしまして、その後に続くインタビューで今年いろんなキャラクターにのお仕事がなんかドラマだったりなさったっていう話をなさっていましたが、そういうキャラクターをお願いしたくなる人の気持ち本当にすごいわかると思いました。で、お話の感じもすごく柔らかくて優しそうでゆっくりなさっていて、本当に今この時代にあってもう男子からも女子からも非常に癒しの存在だと思っています。本当にありがとうございます。深田恭子さん本当におめでとうございます。